皆さんこんにちは、伊藤塾塾長伊藤誠です。今日は2022年司法試験合格者のひらりさんにお話を伺っています。このパートのところでは早稲田大学にロースクールに早期卒業で入学されて、その後予備試験司法試験に合格されています。その予備試験司法試験、そしてこれから展望などについてもお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。簡単に自己紹介。早稲田大学法科大学院を卒業いたしました平井栗子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早稲田大学ロースクールに入りましたと。で、入ったら卒業すれば司法試験受けられるじゃない。でもローに在籍中に、予備試験を受けてますよね、はい、なんで予備試験を受けようと思った。そうですね、その予備試験を受けることで司法試験の練習といったらあれなんですけれども、いい機会になるかなと思ったのと、あと予備試験を受けることがそのロースクールの勉強ですとか司法試験の勉強にも役に立つだろうと思ったので、特に受けない理由もないかなと思って受験してみました。まさにそうだよね。予備試験ってある意味では本当に本番、真剣勝負の本番じゃない。その真剣勝負の本番を経験しておくというのは、その後の司法試験に向けてもとても意味のあることだよね、はい。で、試験員の先生に書いたとなんか、ね、評価してもらえるわけだから、それも含めて受けない理由はないよね。そうですね、その論文を見ていただける、ちゃんと受からなきゃいけないんですけれども、論文を見ていただける機会があるというのがとても魅力的で、そこでもし大丈夫だというふうに言っていただけるような成績だったら、きっと司法試験も大丈夫だろうと思ったので、チャレンジしてみようかなと思いました。なるほど。でも担当の勉強とかはどんなことやったの？担当は科目も多いし、大変だ。そうですね、過去問を解いていました、なるほど。じゃあインプットは基礎マスターでやったんで、あとはその過去問を解いて、で担当で受かりましたと、予備試験の論文対策なんか特別にやった？論文対策としては特別に何かをやったという意識はなかったんですけれども、論文マスターをとにかくもう一回解き直して、それを問題集代わりに何回も何回も繰り返して解いていたような気がします。なるほど。解いてその時には答案書いてありました。その予備試験の問題が論文マスターには載っているので、その問題はその論文の答案を書いて、それ以外は特に問題を検討して論点を思い出すという感じで使っています。なるほどね。で、論文受かってると思ってた？いや、全く思っていませんでした。口述の対策も大変だったんじゃない？そうですね、まず口述試験って何だろうっていうところから始まって、そこでただその伊藤塾が過去問を送ってくださったので、それをその練習として使っていて、友人に主査代わりになっていただいて問題を出してもらって答えるという感じでやっていました。そんなんでうまくやって何とか乗り越えましたと。で、司法試験対策としては結構問題文が長いし書く量も多いから最初大変だと思わなかった？そうですね、その問題を見てまず論点が全くわからなかったり、何を聞かれてるのかすらそもそもよくわからなかったりしたことも最初はあったんですけれども、それを何回も何回もいろんな問題を解いてるうちに、なんとなくここが大事なのかなというところがつかめてきたり、なるほど。あとはその重要な論点で繰り返し出てくるものがあるということに気づいたりして、なので問題をたくさん解くことでその分量ですとか内容の難しさに、だんだん慣れてきたみたいな感じですね。はい、その司法試験の問題は結構長いけど書くのは苦じゃなかった？書くのは好きだったので、苦に感じたことはあまりありません。もともと文章を書くのは好き、得意？文章を書くこと得意という意識もあまりなかったないです。それまで例えば高校生の頃までにいろいろたくさん書いてきましたとかというわけでも特にない？ないです、ね、特になく、はい、じゃあ法律の問題文見て法律の文章を書いてみるのが面白かったって、そんな感じなの？そうですね、その問題を一問一問潰していくというか、それをその一個一個解いていって、それで今日もこれをやったっていう達成感が使っていて、ちょっと若干ゲーム感覚じゃないけど一つ一つクリアしていったそうみたいな、そんなで面白く、一応こう楽しくやりましょうっていう気持ちで頑張ったってことね。はい、あと答案を書くと他の人に見ていただくこともできるので、それでそれをその
どんどんいろんな問題を解けば、それを見ていただいて、評価していただいて、また次頑張ろうという気分になるので、なるほどね。他の人に見てもらうと言っても、牢に入った時はコロナが始まっちゃって大変だったじゃない。そうですね。コロナ不安じゃなかった？どうしていいのかって。そうですね。コロナで全く学校にも行けなく、その時はオンラインで一方的な授業があるのみだったので、何をやればいいかもよく分からず、他の方が何をやってるのかなというのも不安でしたし、あと一人でもともと勉強をするのがそんなに得意ではなかったので、家で一人で勉強することであまりうまくいかなかったり、進まないなっていうのですごい不安に感じていました。でちょっと学校に行けるようになってからは、学校の友達と一緒にこう自主ゼミというか勉強会やったりとかした。はい、学校がその入ることが許可されてからは毎日学校に行って、特にその自主ゼミがなくても、その周りに友人たちがいることで一緒にご飯を食べたりですとか、分からないことがあったらちょっと相談したりですとか、そういうことができる環境がとても良かったなと思っています。なるほどね。やっぱりその勉強を一人でやるんだけれども、でやっぱりそういう勉強仲間がいると、ちょっと安心したいっていうのはありましたよね。でそれで、なんとか司法試験はクリアしましたということですね。はい、はい、ありがとうございます。平井さんにいろいろお話を伺ってきました。そのロースクールに入ってコロナ始まってしまって、なかなかね、そもそもそのコロナ禍だけでもね、これから先どうなるんだろうというので不安な中で、ロースクールというね、初めての場での勉強も大変だったと思うんですよね。でもそこをうまく自分のペースでこう乗り切ってこられたのかなと思います。ただね、やっぱり答案書いたりだとか、その勉強というのはそれぞれ自分なりのモチベーションを持って、自分なりの楽しさをそこでね、勉強の中の楽しさを見つけ出していくっていうのがとても大切なことかなというふうに思いました。皆さんもね、いろいろこれから予想外、想定外のことが起こるということは、いろんなことがありますからね、それを、そこが止まっちゃうんじゃなくて、それをうまく活かしながら、自分に合わせた形で、合格まで進んでいっていただければなというふうに思っています。平井さんね、今後の展望というか、将来どんな法律家になりたいとか何かある？はい、法律家はとにかく多くの可能性がある職業だと思っていて、なのでこれからいろいろな体験をする中で興味のあることを見つけていって、その中でその困ってる人を助けられるような法律家になっていきたいなと思います。なるほどね。まず現場を見ていろいろとこう感じて、自分に一番合う、仕事の仕方、それをうまく見つけていただければなと思います。ありがとうございます。じゃあね、今日これを見てくださってる、これから勉強始めようという方もいらっしゃるし、もうすでに勉強してますという方もいらっしゃると思うんだけども、ちょっと最後にメッセージお願いします。はい、これから勉強を始める方に対しては、正しい方向で勉強を進めれば合格できる試験だと思うので、自分には無理かなと思わずに、諦めずに挑戦していただきたいなと思います。すでに勉強されている方は、勉強が辛い時期もたくさんあると思うんですけれども、伊藤塾を信じてコツコツ努力をしていけば必ず報われると思いますので、自分のペースで諦めず頑張っていただきたいなと思います。応援しています。ありがとうございます。さて皆さん、いかがだったでしょうか。今日平井さんにねお話を伺いました。早稲田大学早期卒業してロースクールに入り、そして予備試験に合格し、司法試験に合格したという、それぞれの勉強のスタイルや、また勉強のペースがあります。平井さんは大学の3年の最初、伊藤塾に来てフリースタイルでクッと圧縮して、そしてローの入試までに、試験科目をカッと、勉強して、それで合格をされたということなんですね。そんな勉強の仕方も実はありますよということです。ローに入ってからコロナになっちゃって、いろいろ大変だったと思いますよ。でもそれを、うまく乗り越えて、そして学校行けるようになってから、やっぱり勉強の仲間を、作るってすごく大事ですね。ロースクールに行くことのメリットの一つは、いい先生に出会えること、それからまたいい勉強仲間が見つかるよ、これもロースクールに行くメリットの一つかなと思うんですね。ただそういうメリットをうまく受け止められるようになるためにも、ローに入る前にね、
しっかりと基礎固めをしておく、法律の全体像を分かってからロースクリーンに入る、これもマストだと思うんですよね。ですからこれから、ね、勉強を始めようという皆さんもロースクリーンいいなと思っている方大勢いらっしゃると思います。その皆さんはやっぱり入る前が重要だからね、しっかり伊藤塾を活用して基礎固め、そして法律の全体像を身につけてから入ると素晴らしい先生方の授業が、ね、よく理解できるし、そしてまた勉強仲間ともいろんな交流ができていいかなと思います。まあ、ちなみに伊藤塾ではロースクールに行かない皆さんたちのために交流会だとかね、伊藤塾で勉強の場も作る、そういう場もたくさんあります。なので、まあ、もちろんね一人だけで勉強最後までできますという方もいらっしゃいます。それはそれでいいと思いますが、仲間が欲しいなという方、伊藤塾でも交流会などがあって仲間ができますし、またロースクール行ってもねまたいい仲間ができるかなと思います。本当に勉強のやり方、合格の仕方もスタイルもねそれぞれなので、皆さんお一人お一人に合った、最もいい勉強スタイルを私たちも、ね、提供したいと思いますし、また相談に乗りますので、ぜひ遠慮なく相談に来ていただければなと思います。これから勉強始めようという方、そして今すでに勉強を始めている方、ぜひ頑張っていきましょう。合格を見据えながらね、本当に応援をしています。平井さん、今日は本当にどうもありがとうございました。これからも頑張ってよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。